ちょっとね、鬱が裏返りました。鬱だったらね、ちょっとテンションすごい高くなっちゃった。やっぱ俺可愛いメンヘラ女ムカつくんだよな、ね、やっぱ可愛い女ムカつくな。うん、まあいろいろ大変なんだろうけどさ、ムカついてきたわ。うん、アノって人がいるんですけどね、めちゃくちゃ可愛くてよりムカついた。うん、デブじゃん俺。もうたださ、ね、太ってるじゃん。俺がさ、ベビースターラーメンこだわりのチキン味、まあまたの名をね、ヒカキンチキン味、まあヒカキン味をね食べていなければ、俺ただちょっと太ってるだけなんですよ。でもこれを食べてることによったらもう完全なデブです。パーフェクトデブ。いやそんな美味しくないみかんジュースを。あ、でもこれは美味しいのかもしれない。あ、普通にうめえわ。もう筋トレしたくないけど、まあ頑張るけど、筋トレやめません。スクワット1回だけやります。はい、ここが濡れてんのよ、ムカつくの。なんか15回やっちゃった。俺スクワット実は好きなんですよ。なんかテンション高いから、1回のところ15回やっちゃった。マジで15回、本当は5回やるつもりだった。それ15回やっちゃった。ああ、はい、ああ、ララ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 、はあ、全然俺の動画面白くなかった。やっぱ適当に撮った動画ダメだな。チャンネル登録者100億人突破してよ。なんであの動画撮ったんだよ。イエーイ。もう完全に渦が裏返ってそうになった。あ、フィジカルに、あ、フィジカルに、あ、フィジカル、フィジ、うるさ、声でかっ。テンション下がった。朝7時から暴れてます。やい、どうも、咀嚼音 ASMR を冒涜する人です。かかってこいよ、おいおい、かかってこいよ、おい。あ、口から出ちゃった。うん、かかってこい、全部かかってこい。 あ、全部かかってこい、全部かかってきたから負けました。やっぱね、一人ずつだね、倒すのは。ちょっとめんどくさがってこの世の全部相手にしたら負けました。無事でやっぱこの世の全部相手にすんのね。あと踊ってたのもいけない。ちゃんとやっぱさ、戦う姿勢っていうのを見せていかないとダメだった。ああ、やっぱこの世の全部強え。ああ、強いよ。もうダンスできるやつムカつくわ。ムカついてきたな。あれムカつくよな。なんかさ、陽キャがこのさ、まあ俺陽キャって言葉はね、すごい嫌いなんですけど。なんつんだろうな。ああ、ベビースターラーメンうめえ。
完全な層。俺今日死ぬかもな。こんな元気ってことあんまないから、俺こんな元気じゃない。いつもなんかね、しっぽりと雑談してる。クソガキがよ。ガキは元気じゃねえとガキじゃねえんだよ。うるさ、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 ドル、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 ドル。ふぅ、疲れた。これ人気出ねえかな、マジで。令和の大こじきっていうタイトルで金をくれっていうやつやろうかな。俺が令和の大こじきだ。かかってこい。こじきするか。働きたくないから。やっぱこじきにかかるわ。こじきになります。ネットこじき。一番いいから。インターネット、こじき。ワン、あっちだ。ワン、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 ワン。お菓子こんな食べたら死ぬわ。いや別に知らないけど。なんかもうさ、唐突にね、なんかさ、別にないな、何も。いや、面白いだけで人気なんねえかな。楽観的っていうかさ、ダメなの。芸人じゃないんだからさ、って思ったけど、芸人だって面白いだけで人気になってる人いないからな。うん。うまい。なんだかんだ言ってクッキーさん絵描いてるもんね。ちょっと左翼的に回そうかな。天皇陛下万歳っていうチャンネル、あ、動画作って。楽しいだろうな、それは。Today's ヒカキンズポイント100点。ヒカキンなので、あーやば、肖像権に引っかかるわ。でも俺ん家にヒカキンさんが来たわ。ヒカキンさん泣いてない写真おもろ。泣いてんだ。これはもう助けてくれって言ってんだよ。
うん、俺だけが受け取ったギャギンさんのそのメッセージね。それが変顔すぎて泣いてるように見えるのかな。俺だけがこの受け取ったメッセージを別に行動に移しません。最低だ。ヒカキンさんが助けを求めてんのに、まあ別に金あるしいいかって思ったけど、どうやったら助けられるんだヒカキンさん。もし俺がヒカキンさん助けられたらさ、人気になれんな。じゃあどうやってヒカキンさん助けよう。いやもう一緒にどっかドライブ行かないと。あ、でも俺車の免許証持ってねえし、持ってなかったこんな洗い方したことないですけど、別に、ポイズン。チャンネル登録者700万人突破。なんと、視聴回数9回ね。なんかスパムコメントでもあるかな。ポイズン、ポイズン、ポイズン、イズポイズン、ポイズソー、ポイズソー4週間前に豚ってきてる、うるさレイターズは顔だけしか取り柄がない。そのレイターズ解散したもんねー。それ腹立ってますもの。まあでもザマーとは言いません。別にやっぱ人がね解散していくっていうのは悲しいことですからね。はあ、何しよっかな。 YouTube で人気になるためにやっぱね頑張んなきゃダメだよ。でも動画上げてるだけじゃ誰も見てくれないからね。で、媚び打ってこう、ビャッ、イエーイ、めっちゃホーリーデイ、ホリホリホリホーリーデイ、イエーイ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 。面白いですか皆さん。面白いなら僕は嬉しいです。面白くないならなんで笑わないんですかね。ポケットモンスターソードシールドで文句言ってる人多いね。なんか俺そういう流れ気持ち悪いな。うん、内定とかリストラとかさ、おもろいと思ってんだよそいつら全員って思って、すごい昨日ムカムカしてた。うわぎゃ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 っていうのをね、口に出さず口の中で言ってました。口に出してはない、口からは出してなかったね。口の中でグググググって言ってましたずっと。最近悪口多いな。人の悪口言うのやめよう。あ、でも昨日ワンピース面白い好きだーっていうので2時間くらい喋った気する。でも前半は普通になんかちゃんと悪口言ってたけど、てかもう俺は白ひげのことを敗北者っていうやつらをなくす、撲滅委員会会長って言おうかな。白ひげのことを敗北者って言ったから、俺は最終的に赤犬と戦わなきゃいけない。
勝てねえ、勝てねえよ。まあいいや、別に赤犬はルフィが倒してくれるし。ずるいですね。いやでもわかんない、誰が倒すかわかりませんけどね。まあ俺が倒さなくても、まあちょっとマジはね倒せますから。全員武力行使で倒そうとしてるのかな。みかんジュースうめえ。これほんとみかんかな。これみかんって字で合ってんのかな。みつかんって書いてみかんだ。うめえ。原が決めた。決めまくって決めた。画面端、梅原がまだ入る。梅原がバース読んで、梅原が決めた。梅原がーえのちょっとね、ふざけていくわ。